皆さんこんにちは。今回何に関してね、言及させていただきたいかというと、今年もあと9日かな、今日入れて22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、10日、今日入れてるのは10日です。終わりです。もう、あっという間ですね。今年、去年末に、まあ、この時期はもうタイにいたんですけどね。タイでマレーシアの友人に会って、そのマレーシアの友人の車で、マレーシア、イポーとか、クアラルンプール、マラッカ、そしてそこからシンガポールにね、一緒に行ったりもしたんだけど、シンガポールで年明けを迎えました。で、その中で、そこからまあシンガポールで年明けをして、そこからまたタイに戻って、今年は中南米に行きということで、あっという間な1年だったなって感じがします。2019年ということで、和暦で言うと平成31年からね、令和元年に変わった年です。その中で、今回言及させていただきたいのは、今年も終わりということで、今まあ大掃除もします。その中で断捨離ね、断捨離って言葉がまあ、いくつかあるんだけど、沖正浩さんが提唱したヨガの思想、もしくは作家の山下秀子さんが提唱する不要なものを減らし生活に調和をもたらそうとする思想のことということで、今回この断捨離、山下秀子さんが提唱しているものに関して言及させていただきます。断捨離ということで、まあ自分も今断捨離という言葉最近結構使う方多いと思うんだけど、自分も断捨離していきます。服とかね、いらないものを捨ててきます。汚れたものとか破れたものはもちろん捨てますしね、あまり着ないようなものってあるじゃないですか。皆さんが例えば服いっぱい買って持ってるかもしれない、昔買ったやつもあるかもしれないんだけど、まあ最近着ないもので、まだ着れるんだけどっていうのもあるんだけどね、本当はどっかのね、養護施設ではあるか、児童施設だとあれか、大きいからダメなのか、どっかの施設にやってもいいし、あとはそのいわゆるね、なんだろう、どっかの貧しい国にね、寄付ってことも考えたんだけど、NGO の団体が結構こうくすめてる可能性もあるんで、そう考えるとあんまりおすすめじゃないなと思って、捨てることにしました。まあ、売ってもどうせね、大した金にならない、あるんだけどね。ということで、結構捨てます。ね。こういう感じのものとか、まあなんか、ほとんど今考えたら着ないようなものって結構あるんですね。だから、そうすると、あ、これフィジーのラグビーか。ちょっとこれ取っとこうかな。だから結構いろんなものあります。だからね、断捨離っていうのは結構必要で、いらないものっていうのはやっぱりね、どんどん捨てていくべきかなって感じがします。買わないね。だから自分が必要としてるもの以外は買わないようにするってことが結構重要かなって感じがします。どうせ捨てるものになるのであればね。で、その中で断捨離ということで、山下秀子さんが、出したものということですけど、まあね、例えばその断っていうのは入ってくる、いらないものを足す、これが断捨、家にずっといらないものを捨てる。だからずっとあるいらないもの。だから皆さんの中にね、いらないものって結構あると思うんです。今もう最近で使ってないとかね、そういったものはまあね、捨てていく。あとは物への執着から離れるということで、いやもちろん必要なものは買うべきだし、なんかどうしても欲しいと思ったら買っていいと思うんだけど、やはりその普段ね、いて、着るものとかっても限られてくると思うんですね。もしくは何を買うにしてもバンバン買うんじゃなくて、本当に必要なものかどうかっていうのも見極めていく必要があるのかなって感じがします。だからそこら辺が断捨離ということで、やはりその今、まあ、ここは掃除していかないといけないんだけど、物がぐちゃぐちゃしてるとね、やはり集中できない。例えば仕事の上でもそうですよね。皆さんのデスクが例えばすごく汚いと、なかなかこうやって書類がどっか行ってどこにあるか分かんない、それで時間を費やしてしまってね、工期を伸ばしてしまう可能性もある。そういったところでやっぱり、常に清潔に保つ、清掃をする、その清掃するっていう心もね、きれいに保つっていう心、も必要なのかなって感じがします。やはり部屋が汚いとか家が汚い、そういったものって心の洗い、もちろん忙しいってこともあると思うんだけどね、あると思うんです。だから常に清潔に保ってきれいにする、それっていうのは、結構やっぱり人生においても重要なことなのかなって感じがします。さらにそのいらないものをね、本当にいるかいらないものってしっかり考えて買うべきだし、いらないものは買うべきではないしね、本来使わないものは買うべきではないし、いらないものは捨てていくというのが重要だと思ってます。ということでね、今年ももうすぐ終わりなので、ね、皆さんもね、大掃除これからされると思うので、大掃除されない方は絶対大掃除していただきたいんだけど、今いろいろ捨てていく予定です。